皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌高子録の時間がやってまいりました。ちょっとですね、更新が空いてしまってすいません。出張行ってるとですね、ホテルで撮ろうかなとかも思ったりもするんですけれども、三脚ちゃんと持って行ってなかったりするとですね、上手に撮れなかったりするので、また横浜の方に戻ってきて撮っておりますので、本日もお届けしていきたいと思います。本日のですね、テーマは一点集中ということについてお話をしてみたいと思います。お仕事の絡みなのか、プライベート、どっちでもいいんですけどね、皆さんの気質性質っていうのは、同時並行多発的にいろんなことをやるのが得意なタイプなのか、一点をきっちりこなして次に行くっていうのが得意なタイプっていうのはいかがなものでしょうか。ちなみにおそらく想像はつくと思うんですけれども、私は同時並行でいろんなことをやる方が得意なタイプですね。得意っていうか、好きっていう感じなんでしょうかね。シングルタスクとマルチタスクっていう話とかも聞いたことあるかもしれないんですけれども、職人気質の人とか、あとは性別でいうと男性とかっていうのは割と、シングルタスクでこう一点集中でガーッとやって、それができたら次みたいな形が多いっていうのはよく聞く話です。で、女性はそもそももともと例えば子育てして何かをしてどのコードで喋って何っていうことでマルチタスクが得意なような DNA をもともと持っていて、同時並行でやっていくっていうのが得意っていうタイプの人とかがまず性別的に言うとあったりとかするんですね。これは確定的なものではなくて、性別的な部分でそういうデータがあるっていうことですね。で、私自身は仕事も時間管理っていう意味においては能力がですね、そこにこうガッと集中するときにやって、で次に行くときにそこをまた置いていくっていうのが本来はいいっていうのはよく知ってます。例えばですね、こんな本とかもあったりするんですよ。これワンシングっていう一点集中がもたらす驚きの効果って言って、読んで確かに良かったし実践しようとしたんですけどね、なかなかね難しいんですよね。なぜ難しいかっていうと、その一点集中もちろんやるんですけれども、集中力もねない方じゃないんですけどね、なんでしょうかね、飽きちゃうのかな。だからマルチタスクはねよろしくないっていう、書いてあるんですけれども、私の仕事の効率上は一点集中でやりたいタイプの仕事はデザインとかを仕上げるような時とか、もうその世界にどっぷり入りたい時とかはそれでやるんですけれども、なんていうのかな、同時並行で見たまんまに、例えばメールの処理とかも本当は一気にやった方がいいっていうのもよく聞くんですけれども、その場で返しちゃう方が話が楽、時間が経たない方が話が楽みたいなのがあると、もうじゃんじゃか返しちゃうような形でやったりすることとかも多いので、そうすると何かをやってて同時並行でやるっていうこととかは多かったりします。さすがにレッスン中にメールをね返してうんぬんっていうのは特にないので、それはそれで集中しているんですけれども、必ずしもワンシング一点集中で言われるようにそこだけに集中するっていうことでやっているわけではないかなって思ったんですね。で、お仕事のやり方とかも同じで、例えば一つの事業だけをきっちりやってこなしていく方、深く深度を深くやる方もいらっしゃるし、私のように 他業種他事業展開を同時並行でやる人もいると思うんですよね。そこはもう性格なのかなって思ったりします。他業種を同時並行で進める時っていうのは脳の切り替えとかももちろんしないといけないし、施策とかやっていくべき内容とかも全部違うので、そういう意味では無駄も確かに多いんですけども、なんだろうな、マルチタスクをやるのが上手になってくると、一つのことをもちろんやるのが早いのは分かってはいるんですけど、こなす能力がね上がるような気がしてますね。こなす能力と、あとは環境の変化に対応する柔軟性っていうのがすごいできる気がしますね。突発事項が例えば横から入ってきた時に優先順位ジャクッと組み替えてささっと
こなしちゃうとかね、そういうことが上手になるような気がします。だからトラブル対応とかそういう時に何通りかの手段を考えて、それのどれか最適かっていうのを普段からこう 横展開で広い目でものを見てたりとかするので、それが得意かなっていうのはありますね。だから世の中的に一点集中がいいとかっていうふうに言われていたとしても、まあ、合わなければ別にマルチでもいいんじゃないか、効率は悪かったとしてもですよ、違うところでいい部分があるかもしれないとか、正確に合う合わないっていうのがあるので、まあ、そこはいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりするんです。だから世の中的にいいとされていることと自分にそれが合うかどうかは、まあ、取り入れてやってみないとわからない、性格的な問題もありますしね。だからそこの全てがそれがいいことばかりではなくて、まあ言っている格言とかそういうのもその側面もあるし、絶対裏側面もあるんですよね。だからそれを鵜呑みにするのではなくて、自分がまあそれで本当に楽しいのかとかいいのかとか、自分軸の側面で取り入れて行動してみるっていう、そっちの方がむしろ大事なんじゃないのかなっていうふうに私は思っています。だからどちらかっていうと大事なのは自分軸かなっていうふうに思って、今日は一点集中というテーマをお届けしました。それではまた。